はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。竹志農場は作業をするときにちっちゃいポケットラジオっていうんですか、ちっちゃいラジオを持って、田んぼとかね、畑に行きます。で、まあ NHK なんですけどね、主に聞くのは民放さんじゃなくて、やはり民放さんですと、栃木県は東京から100キロぐらい離れてるんでね、なかなか民放さんの電波はちょっと厳しいところがありまして、NHK さんの方を聞いてます、で、毎日ね同じ番組聞いてるんで、まあ時計代わりですよね、時計代わりに、まあ、ラジオを聞いて、なおかつまあ、いろんな情報も入るということで、常にねポケットラジオを持って、作業してます。で、実はそれを紛失してしまって、ここしばらくラジオなしでやってました。でしょうがないんでね、まあ最低でも時間がわからないと困るんで、まあ万歩計にね時計ついてるんで万歩計を持って歩いてました。でたまたまね昨日ちょっと自分の部屋の蛍光灯なんかもね切れちゃったんで、ケーズ電機さんの方、インターパークのケーズ電機さんの方へ行ってちょっと買ってきました。で実はちょっとこれもね、ドジ話がありまして、自分の家の蛍光灯のワット数を調べていくのが、忘れました。でリングになってる蛍光灯なんですけど、30ワットと32ワットってのがあってね、どっちだろう、単体で見ちゃうと分かんないよねっていうことで蛍光灯を買いに行ったんですが、蛍光灯のワット数分かんなくて、蛍光灯は買ってこられませんでした。また今日行くような感じになっちゃうのかな。でまあそのついでに、ああそうだラジオもなかったよねっていうことで、ラジオを買ってきました。多分ね田んぼのどっかに落っこちてんだろうと思うんだよね。ポケットからちょっと落ちちゃって行方不明と。で、まあ一応買ってきました。で、まあ FM もね、NHK の FM も聞けたらいいかなと思って、AM と FM 両方聞けるラジオを買ってきました。まあこれからね、ちょっと開封して、使いたいと思います。でメーカーさんはオーム OHM って書いてあります。オームでいいんだよね、違うのかな、まあいいや。もしこれ違う読み方あったら教えてください。よいしょ。でもまあでここで値段が2000円しなかったんだよね、確か消費税入れて2000円ぐらいだったかな。まあそんな安物なんでね、これもね、何万もするね、やつだともっと大事に扱うんでしょうが、安物なんでちょっとラフに扱ってなくしちゃったと、いう感じですね。はい、これで封が取れました。電池別売かなこれ、まあ、一応電池用意してあるんですよね。はい、やっぱり電池別売だね、入ってないですね。はい、こんな感じで一番シンプルなやつですね。一応イヤホンがついてます。こんな感じですね。今ちょっと電池入れてみますね。よいしょ。はい、電池は単4が2本です。実はここに用意してあります。これなんかね、最近テレビのリモコンが壊れちゃって、その壊れたリモコンから取り外したやつなんで、どのくらい持つかは疑問です。よいしょ。はい、これで電池が入りました。よいしょ、はい、あ、入ったな。よいしょ。入ってない、入ってない。これ無理やりやるとね、フラッシュ壊れちゃうんでね。で、スイッチはどこだ。あ、イヤホンスピーカーこっちじゃないな。あ、ここ横にありましたね。電源、これ一番上が、
チューニング選曲ですね。で、下がボリュームで、3番目がバンド切り替えね、 AM、FM です。あと一番下が電源となっております。で、まあ一応たけし農場は NHK が、NHK の AM ですね、第一放送がメインに聞いてるので、AM にしたいと思います。はい、じゃあこれで電源入れてみます。あれ出ないっていうことは、ここにスピーカーとイヤホンの切り替えがあるんで、これがスピーカーか、本当はボリュームだね。お、静かですね。ということは電池がない可能性がありますね。ちょっとケチるとね、こういう結果になります。よいしょ、まあこれも楽しみですね。電池が、ラジオの音を鳴らすほど残ってなかったということになりますね。まあ実は新しい電池も用意してあります。よっこいしょ、よっこいしょ。あれれれ、これ普通はね、ここに リボンがついてて外しやすいようになってるんですけど、この電池ダメですね。で、普通はね、ここにリボンがついてて、こう上にピッと引っ張るとね、簡単に外れるようになってるんですが、さすが安物ですね、省略されてます。じゃあ改めて木を入れ直して、新しい電池を、これはパナのね、新しい電池です。ん、静かだな。え、静か、ええなんで、これで雑音が入るはずなんですけどね。静かだぞ。あ、いやいやいや、なんで、なんで音が出ない。これで放送事故だよね、普通だったらね。なんで、なんで出ないんでしょう。ちょっとイヤホンつないでみますね。よいしょ、イヤホンつないで、これ上の切り替えでイヤホンにすると、イヤホン、あ、イヤホンも出ない。ちょっとチューニング回しても、チューニング回してもダメですね。どうしちゃったんでしょう。 AM、FM、スイッチオンオフ、ボリューム、お、非常に静かです。これ初期不良もしかして。これ電池の入れ方間違ってないよね。今ちょっとね、老眼鏡持ってないんで、ちょっとこの辺でも同じ向きってのないよね。よいしょ、これこっちがマイナスでしょ。よいしょ、あ、ん、プラスマイナス間違ってた。あ、間違ってねえな、こっちマイナスだよね。電池の向きをちょっと再度確認します。よっこいしょ、こっちがマイナス、バネのついてる方が普通マイナスなんでね。スピーカーにして AM、 ボリュームは一番上になってる。これで雑音も何にも出ない。非常に静かです。どうしちゃったんだろう。こんなの初めてですね。どっかと使い方間違えてんのかな。そんなことないよね。よいしょ、あ、入ってない。おかしいですね。これはちょっと変なので、一旦ここで、ありゃ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 、こんなことありかいや、あいや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 ですね。
なんでだろう、なんでだろう、うん、まあちょっと買ってきたんですが音出ませんやっちまった場合、ちょっとこれニッチもサッチもいかないんで、あ、これ電源スイッチはない、ニッチもサッチもいかないんで、ここで一旦中断します。どうしちゃったんだろうね。いやー